前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。この力、まずは生き返っちゃう。限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれっては俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい、母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何上だ。落下し始めたのか。
チャクラを一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、さくらちゃん。うん、行け。小さな力だろうが、ここまで来てひるむかよ。おい、あっ、やられる。残された時間を使って大きな攻撃攻めろよ。おっ、う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 っ、なかなか倒れねえ。せめて攻めまくるしかねえってばよ。アーサラ、クレマ、宇宙惑星螺旋聖剣。母さんがここまで。なんなんだよお前たち。どこにこんな力を。てめえは俺たちのあの子に過ぎなんだよ。貴様ら。ナルト、準備はいいな。ああ。わらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。
お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。四人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で二人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな。ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ、よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。待てろ。行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたな、マダラ。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。
ナルト。どうじゃ。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すおかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍海大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。